前の試合は落としています。連敗は防ぎたいですね。試合が始まりました。浦和レッズのキックオフです。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。中央にクロス、中央にクロス。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。宮原和也、見事なスルーパス。真ん中にクロスを上げた。クロスバーに当たった。武藤勇樹、ボールをサイドへ展開します。ここはシュート。ボールをサイドへ展開します。ここはシュート。ゴール。ここで同点に追いつきました。絶妙なパス、いいクロスが中に入った。コーナーキックですと思いましたが、これは入りません。そうそう決められませんよ。サポーターの一部から不満の声が上がっています。前半終了です。スコアは1対1。後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。よく止めました。いやー素晴らしいセーブです。チームを救いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。勝ち越しゴールなるか。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。勝ち越しゴールなるか。見事な弧を描きましたね。完璧です。基本に忠実なゴールですね。怖がらずによく突っ込みましたね。杉本健勇、味方の選手が寄ってきました。ゴールを狙う。赤崎周平、サイドからのチャンス。ここはシュートチャンス。打ってきましたが大きく外れてしまっています。名古屋の攻撃です。いいクロスだ。なぜかシュートが入りません。いい形でゴール前まで持ってきました。ここでシュート。難しい角度でしたが悪くないシュートです。と健勇、高いパスが味方に出る。入れば同点となります。キーパーが止めましたが、角度がないところでしたが惜しいシュートになりました。小林、泉龍二、素晴らしいスルーパス。マイナスのクロス。絶好のチャンスを逃してしまいました。ここは決めておきたい。ちょっともったいないですね。ここはボールを奪いました。いい読みでした。スペースへのボール、中央にクロスが上がった。イエス、ゴール決まった。スペースへのボール、中央にクロスが上がった。イエス、ゴール決まった。さらに追加点です。これはもう中央にクロス。前半もまだ30分以上残っていますが、
もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。ボールをサイドへ展開します。ここはシュート、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。勝ち越しゴールなるか。見事な弧を描きましたね。完璧です。サイドからのチャンス、ここはシュートチャンス。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここでシュート、難しい角度でしたが悪く入れば同点となります。キーパーが止めましたが、角度がないところでしたが惜しいシュートになりました。狙わない方が良かったかもしれない。